当日の朝、森監督勇退12連敗という不幸なスタートからどうしたら這い上がっていけるか。はい、あいちゃん。はい。では、石毛ひろみち TV でーす。はい。よろしくお願いします。はい。これで今度はその悔しさを持ったヤクルトがまた93年、セントラルリーグを戦って覇者となって、また西武と戦うわけですよ。うん、で、今度は93年は、うちが負けるわけですよ。うん、ああ、で、その時に、ヤクルトで、勝ったのが川崎健次郎ですよ。92年岡林がエース格として頑張ってくれた、はい、で川崎健次郎が、先発で2勝くらいしたのかな、で抑えでこの高津が、今の監督の高津が抑えで進化を持って出てきたんですよ、でヤクルトは後で聞くと、その92年西武に負けた悔しさを持って、もう一度西武にリベンジするためには、あの今年は勝たないかんっていう、もう勝つのは当たり前だと、あくまでも日本シリーズで西武は倒すのが今年の目標だ、それを持ち続けて1年間ペナントレースと戦ってきて勝って、今度はまた日本シリーズに来たわけですよ、はい、ああ、その執念深さというかね、ああ、その辺の選手のその長い間持ち続けたマインドって、これは立派だと思いますけど、そうですよね、シーズン切らさず、シーズン通して。でも俺はね、92年はね、荒、木からホームラン打ったりね、してたんですよ、で多分ね、石毛を調子に乗させるなみたいな、で石毛を攻めろ、インコを攻めろって結構デッドボール食らってるんですよ、多分俺の逃げ方が悪かったか分からないけど、こう逃げたらだったんです、こう当たったんですよ、俺その時サードやってて、でここに当たるとね、この投げる方の握力が抑えに効かないんですよ、あのこの小指のね、この筋肉がボールを押さえるのが効かなくなって、で珍しく送球ミスしたんですよ、デッドボールの後遺症ですよ、まあ多分2つくらいデッドボール食らったんだけど、まあまあまあ勝つためにはそうだよね、でその後ヤクルトは今度は勝って、オリックスとイチローを今度は防ぐためにインコース攻めをしたりですね、そういうまあ徹底した配球をしてきたんですね、なんかまあ野村さん、古田選手、その辺のまあいわゆるキャッチャーの出身の監督が教え子の古田にいろんなデータ、あるいはそのそれに基づく配球を考えて、石木をまあ抑えて、今度は一郎を抑えて勝っていくわけですよね、まあ結局92年93年勝って負けて、いやー弱かってまたどうなるのかなと思って、94年、今度は 森さんの最後の9年目の年になっていくんですけど、今度はうちが悔しさを持って1年戦うわけですね、ペナントを。でペナントを取って、今度は4度目の巨人軍との、長嶋さんが率いる読売巨人軍との日本シリーズ戦っているわけですよ、でなんだろうな、俺ももう38くらいになってだいぶ力を衰えてきて、まあ、あのスターメンに名を連ねたりすることなくなってきて、その頃鈴木健がね、若くてバッティング良くてサード守ったりして、で結局4勝2敗で負けたんだけど、曲げるゲームの当日の朝、森監督勇退という形で出たんですよ、本来ならばね、終わってからそういう記事が出るんですけど、第6戦の前に出ちゃったんでね、なんでってなるんですね、我々知らされてないんで、それでまあ吸ったもんだ、ごたごたあって、その中での日本シリーズだったんですけど、でもまあ、森さんも9年やってね、8度の日本一になるし、で我々もいい思い出も作れたし、まあ、90年、まあ、頂点にして81年82年83年84年としてペナントは勝ってけど、日本シリーズでは苦戦したりして負けていったんですけどね、まあでも本当にこう、根本さんが人集めをして、広賀さんがまあ人の教育、まあイノベーション的なものを図って、で、森さんがそのマネジメントとしてうまく選手に対応を持ちかけながら、清原をうまく育てながら、そんな話をしながらチームをまとめて、僕は在籍14年間ですけど、
11度のリーグ優勝と日本一は8度、うん、本当に野球選手に恵まれた人生で、そのまあ中心じゃないんですけど、その輪の中に一応主力としていられたんで、はいはい、うん、で勝つことによっていろんなものを傷がしきれたし、うん、いろんなものを背負うものを感じたし、うんうん、自分のスキルアップもできたし、うん、野球人としては本当に素晴らしい人生を14年間西武ライオンズで送らせていただいたかなという、うんうん、ですね、うん、いやすごい中にいらしたわけじゃないですか、うんうん、それでご本人としても石毛さんとしてもどういう感覚ですか当時はまあ上昇で当たり前だったのか、うん、はい、あの西武ライオンズが球団買収して79年に所沢に来て、はい、開幕12連敗くらいしてたんですね、でミスも多かった、それからまあチームを作りを考えて選手を相当入れ替えてきた、要はマイナス、連敗12という12連敗というまあ不幸なスタートからで、その選手、うん、いわゆる辛さもあるし惨めさも分かってるわけですね、はい、うん、で負けるから今度はどうしたら這い上がっていけるかっていう、まあ広川さんはこれは立て替えしてくれたんですけど、そういったマインドがあって、まあ今西武ライオンズの歴史を見れば多分、その負けたスタートからこうスタートしてるんで、それはいいことも悪いことも含めて、僕はその1年2年は知りませんでしたけど、でも同じプリンスホテルに同じグループのプロ野球選手に勝てないっていう、うん、なんや西武ライオンズ弱いなみたいな、プリンスの方が強いんじゃねえかって言われた時もあったんですけど、まあ遠巻きに見てた時に、ああ今振り返ると客観的に見ると、はい、まあ、そういう、まあ、マイナスからのスタートからの歴史からがあるから、うん、まあああいう二度と惨めな思いはしたくないっていうのもあるのかもわかんないよね、うん、うん、そういうマインドを引き継ぎながら、うん、今度は逆に役の発想からもう勝つためにどうすればいいんだっていうとか、とことん教育されて仕込まれてきて、うん、だから本当にこう俺の人生振り返ってみると、はい、甲子園も千葉県大会の決勝で負けて甲子園いけなかったし、大学に入った時に1年2年3年全日本勝って日本一になって優勝勝して4年になってキャプテン任せたら最下位になって入れ替え戦経験して落ち込んで、はい、うん、プリンスも話題性を持ってスタートした社会人野球だったんだけど、はい、勝てなくなったりしてね、でプロ入ってまあ、うん、マイナスからのスタートから、うん、まあ、そういう面ではね、人生の節目節目でこう一応落ちて落ちてからスタートしていくんで、ずっとこうだったら、何も感じなかった、感じたかもわからないけど、うん、こういったものは感じられなかったんで、これをこう感じられて次のステップアップ、感じられてステップアップというものができたんで、そういう面ではいい、節目節目にいい経験とか、うん、タイムリーなものがあったのかなという、それは当然人との付き合いもね、根本さんの付き合い、広川さんとの出会い、非常にまあ、振り返れば、うん、野球人としてもあるいは社会人としても30過ぎてからはちょっとこう、うん、まあバランスのいい人間と野球人になってくれたのかなという気がしますね、うん、で当然秋山がいたり工藤がいたり鍋ちゃんがいたり清原が来たりして、もう後々そのすごい話題性の素晴らしい選手になった後輩たちに恵まれ、東尾さん、太田さん、田淵さんという、山崎さんという素晴らしいね、今までの野球界の功労者の方もいらっしゃって、その中で石井がいて後輩がいてという、だから縦とその横のそういういいバランスっていうかね、いつもそのドラフト同期の仲のいい人間だけの付き合いじゃなしに、そういった西武ライオンズの付き合い、過去の歴史で先輩、自分、後輩、うん、そんな縦の、まあ、歴史過去を知りながら自分の現在がありながら、じゃあ将来どうなっていくみたいなものをこう考えられたような時があると思うんですね、うんうん、だから野球界でもね、そのバランスは必要だよね、左右のバランス、はい、上半身下半身のバランス、はい、技術的にも必要なんですけどね、だからその人間的なバランスも必要だろうし、今度は縦の横のバランス、うん、今で言うならば世界を見るならば倫理観と競争のバランス、今世界のリーダーが全部内向きの発言をしてるんでね、自分の国さえ受ければいいという感覚、そうじゃないよねっていう、うん、やっぱりこうちゃんと倫理観を持った競争原理、経済がないとおかしくなるよね、と言って去年あたりから日本は
渋沢栄一さんの、論語とそろばんというものが出てきてるわけだから、そういう時代背景をなんかこう客観的に見て、あ、俺はそういうものを感じられて野球界で育てられてきたかなっていう気がするんですね。なんかいい話に落ち着いた ね、でもまあ、いろんな過去の日本シリーズ、いろんな仲間、本当にこういい思い出が作られた、で日本シリーズというヒノキ舞台で自分が成長できた、背負うものを分かったという、大きく一人の人間が成長する舞台であったような気がしますね。はい、今なんかいろいろ動画も上がってるみたいなので、ちょっと皆さんもね、当時をご存知の方また振り返ってみたりとか、ね、88年見てくんだよな。88年、はい、中日 IT に4勝1敗で勝って MVP を取った時です。そこぜひチェックをしていただきたいと思います。なかなかとなりましたが、いやありがとうございます。ありがとうございます。ご覧になっていただいてありがとうございます。お願いございます。まずチャンネル登録をお願いします。そしていいねもついでによろしく。それでいろんなこと思ったら、俺こう思うよ、いいねとかいろんなものあるでしょうから、コメントもよろしくです。